はい、どうも長月です。エースコンバット7スカイズアンノーンの続きをやっていきましょう。はい、それでは前回はタイラー島の囚人のスクラップクイーンとか、フルバントとか、フルバントじゃないな、あの子は名前が出てこないや、あの子はとかに会いましたね。もう一度再会できました。ただ、無政府状態のタイラー島でまた別れるという形になっていますね。はい、それではその次のミッションです。私らは動く船を見つけて島を離れた。あの島は私らがいるべき場所じゃない。こいつの名前はジョルジュというらしかったが、政治犯野郎はベルカ語でゲオルグと呼びかけた。こいつがベルカ人だってなんでわかるんだ？まあね、俺も両親ともにベルカの家の出だったんでね。初耳だな。ベルカ人はみんな陰謀が得意だというが。そいつは偏見だね。俺は公明正大に自分の考えることを主張して牢に入れられたんだ。王女も同じく抑うつ的になっている。なかなか見どころのある大バカ野郎っぷりを見せてくれたのにこのざまだ。あれを見てみな。この船が向かう先には空から垂れた一本のロープ。あの先がどこまで届いてるか知ってるか？宇宙。違うな。人間の一つの可能性ってやつにつながってたんだ、この戦争になるまではな。あの人は本当は、本当は多分どこか遠くの混乱の源につながってるのだと思うの。戦争より前、ハーリングがあれを作ろうとしたところから世界はおかしくなった。あれを作ったハーリングという人はたくさんの犠牲を払ってまで作り上げたものを自分の手で壊そうとした時、何を考えたのかしら。犠牲？なんだ？タイラー島の飛行場で見た使われなくなったたくさんの宇宙王冠機。ああ、私にはスクラップの山と見えたが、あれは軌道エレベーターの建設と引き換えに途絶えさせた技術だ。ここで軌道エレベーターを倒したら、人が宇宙に登る手段を取り戻すまでもう一度遠い出発点からやり直さなきゃならなくなる。なのにハーリングは軌道エレベーターを壊そうとした。自分の命と引き換えに。私が聞いてきたのと違う。ハーリングは飛んでくるミサイルの盾になって塔を守って死んだんだ。私は自分が乗った飛行機をあいつにぶつけて壊そうとしたって。どっちが本当なんだろうな、王女様。わからない。客観的に見ればどちらとも取れる行動をあの時ハーリングは取っていた。それをどっちだと思うかは鏡だな。ええ、そのどちらだと思うかで、実は自分自身の心を映す鏡。今の私には暗くにしか映らない。あんなもの倒れてしまえと思ってる。ブリーフィングを始めると。言っても司令部からの命令も何もなく俺の作戦だがな。タイラー島奪還とオーシア本国からの救援はまだ先になる見通しだ。俺たちは自分の力で生き延びなくちゃならない。首都ファーバンティを失って以来、
統制を失ってエルジア軍も小勢力に分かれて群雄割拠だ。どうやらその最大勢力であるエルジア軍主流派の大部隊がこの基地の近隣を通過するらしい。例の軌道エレベーターへ向かいたいんだろうな。軌道エレベーターは何かの要ではあるっぽい。どうする、迎え撃つのか。何のために、今さら戦争遂行でもあるまいに。我々は家に帰ることを優先すべきだ。よそ行こう。そうだ、どうせ満足な補給もできない今の俺たちにはそいつらと戦う力はないし理由もない。ただな、もしその敵がこっちに飛びかかってきたらどうする。自衛の力を蓄えておかなくちゃな。ここからエルジア内陸部へ飛んだところに古い城を改修した物資備蓄の拠点がある。シラージ城だ。エルジア軍から離脱した少数の勢力も多少は駐屯しているらしいんだが、何より燃料弾薬は欲しい。高速道路を改修した滑走路もあるらしくてな。敵航空戦力が出てくる可能性もないではないが、敵主力を相手にするよか組みしやすいだろう。まあこちらも前期で攻撃するのは無理だな。奪った補給物資を運ぶ輸送機の護衛も必要だ。よし、じゃあストライダー隊は先行して備蓄基地を襲撃、敵戦力を無力化する。その後輸送機を連れたサイクロプス隊と合流、補給物資をこの基地に持って帰る。なるほどな。航空機以外は大した脅威じゃない。いけそうだ。生き延びよう。そして家へ帰るんだ、みんなでな。目的が変わってきましたね。家に帰る、本国に帰る、戦争から生き延びる、こちらの方に目的がシフトしてきました。ただやっぱりここで王女様がどう関わってくるのかまだ分かってないですね。はい、というわけで今回はまあ見るからに地面の敵ばかりですね。地面飛行機を持っていきましょう。でですね、これとは別にですね、新しいのを買いまして、この子だっけ、なかなかに良い子なんですけど、何がいいかって言ったらですね、これですよ、これ8対同時ロックオンの対地ミサイル、これはちょっと強いんじゃないですかね。で、あとはパーツはめます。はい、パーツはめてきました。では出発しましょう。ストライダー隊、機体の準備が整った。多機信号を強化する。この先はオーシア軍がいない地域だ。我々以外に味方はいない。識別は不要だ。対空兵器を中心に空爆目標を設定した。前期攻撃を開始しろ。了解です。とりあえずまずはから、お、監視塔だ。あれは上空に不明し、敵か味方が分かりません。撃っていい、味方かもしれないなんて言ってられる状況じゃない。さあ、行きますよ。基地を制圧して燃料と物資をいただく。それでいいんだよな、トリガー。生きるために奪う。私が作った場所じゃ当たり前のことだ。作戦を確認しただけさ、フジェ。対空砲が破壊された。この場を放棄。後方は敵地に撤退する。対処、退だ。次々行くぜ。まあそうですね、これは略奪部隊ですからね。道路に車が溢れてる。運用車両じゃないな。エルジアからの難民だな。戦局の悪化で逃げ出してきたんだ。接近中の空域、所属を明らかにしろ。撃墜するぞ。何をのんきだ。もう始まってるだろうが。敵も発動してるんだ。ミサイル上がってる。なんか今回割といい気分じゃないですね、この一瞬。苦々しい気分。敵を狙う武器がない。諦めるな。また自分の体を失うことになるぞ。うわぁ、きつい。
精神的にきつい聞いてるのが今の。もしかして本当にもう何もないのか、こっちも。どうなんだろう。エルジア軍から離脱した勢力ってのは何もない。ここシラージティチ州はかつては国だったんだ。だから独立志向が高い地域でな。そこに祖国復興を願う者が集まっている。シラージの隣国だったオスランティ出身者たちがその中間だそうだ。敵なのか、そちらは。敵の敵だが味方じゃないんだ、残念ながらな。悪者だよ、俺たち。悪者だよ。悪者だよ、俺たちが。完全に悪者だよ。ミハイア出てくるんじゃないだろうな、このタイミングで。ミサイル命中。レーダー上に新たな反応、各機確認せよ。街は物価的価値が高い。爆弾を投げ込みたくはなかったんだがな。生き残るためだろ。こいつは息子には聞かせたくないな。おお、マジかよ。ネガティブ、俺たちが上がらなくては全滅だ。報告、ミサイル発射。心配する。
侵略者や者たちを聞くんだ。知らせ王国の領空を侵犯している。退去しない場合は撃墜する。こちらはロシア軍のロングレンジ部隊だ。危機はすぐさま着陸し航空機と基地を明け渡せ。嘘だろ。嫌な雰囲気になってきてる。やはり外したか。だが名前を食べてもつまらん。これはエスカレーター機。いや、ベルか。ストライダー隊、ボギー1、ハイスピード。ボーイ090、真東から来るぞ。着陸し投降せよ。なぜ今一人孤独に戦う必要がある。そちらのパイロットも一人で戦っているように見えるが、彼は孤独ではない。周囲を見ろ。なるほど、そんなパイロットに未来を託すべきだったかもしれん。それだけの存在感があるかは確かめさせてもらおう。この試合で試すんじゃねえ。じゃんけんとかで試せ。
ージが最小限になるような動きをしてやがる。どういう動きですか。未然になるまでミサイルをぶち込め。この兵装では三本線を落とせないか。機体も兵装も私の体だ。それで仕留められないならば私の全力を注ぐとしよう。ミサイル発射。いつの時代もこういうパイロットがいる。その全てを落としてきたのだ。やべえな、それは怖すぎるな。危ねえ。知った。ストライダー1のミサイルがまた命中。命中、命中。ブレーキが落ちていくぞ。しとめたか。トリガーが敵機を撃墜した。いやー、なんか怪しいな。聞こえるかね、三本線のパイロット。あれは私のエゴだ。私は自分が飛び続ける道と引き換えに最悪の無秩序をこの世に放ってしまった。無人機の生産を立て。これはトリガーに言ってるのか。どういう意味だ。少なくともミスター X を撃ち落としたから戦争が終わるって話じゃないようだ。ああ、別の何かで根本的に終わらせる必要がある。だが何をすればいいんだ。補給はうまくいった。もうしばらくは食うものと燃料に困ることはなさそうだ。幸いにもエルジア地上軍がこの近隣を進軍するというのもただの噂だった。上空からは見える土煙一つなかった。噂、通信網を失うとこうも脆いもんかな。ああ、一つ確かな情報がある。トリガーが落とした機体は X02Y バーンの改良型だ。前の大陸戦争の時開発されてたやつだ。エルジアはそんなものまで使ってやがった。もっとも前の戦争じゃベルカ製も出回ってたといういわくの機体だからな。もしトリガーが落とせてなかったらと思うと今でも鳥肌が立つ。よく勝てたもんだ。戦争なんてそこの底じゃ何がうごめいてるか知れたもんじゃないが、その全部が解き放たれちまったみたいだ。きちんとした命令系統、約束されたソーティー達成後に待つ休暇、敵味方の識別が可能な戦場、そういったのが混乱の向こうに消えちまった今、全部が幻だったみたいに思える。この状況から脱出する方向ってどっちなんだろうな。もう私もわかんないよ。今みんなそんな状況なんですね。はい、というわけで最終的にはこの作戦をやろうとした理由、近くエルジアが通るかもしれない、その時の火の粉を振り払うための兵装を手に入れるっていう理由があったんですけど、それも噂でしかなくて、で結局私たちがただ侵略をしたっていう事実だけが残りました。後味は悪いですね、今回のミッションは。はい、というわけで今回のミッションはこれでおしまいです。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画のグッド評価をお願いします。